皆さんこんにちは、青木美沙子です。今日はドライブ動画ということで、お母さんと共にドライブをしていきたいと思います。また前回同様なんですけど、マックのドライブスルーに行きたいと思います。はい、ということで、ドライブ動画なので、まず母から質問を受けて私が答えていきたいと思います。お願いします。はい、自己紹介をしてください。はい、自己紹介をまずしていきたいと思います。私は、青木美沙子と言います。青木美沙子は、本名なんですけど、なんか昔は結構キャラとか読者モデルの子、まあ、今もそうなのかな、結構あだ名でね、芸名みたいなのやってたと思うんですけど、私の時代はまあもう30年くらい前、そんな前じゃないか、25年くらい前はなんか本名でやるっていう感じだったんで、そのまま本名です。血液型は O 型で、今も5月か、あと1ヶ月で38になります。はい、ロリータになったきっかけ。はい、ロリータになったきっかけは、ロリータファッションは、まあ、今20年くらいロリータモデル歴あるんですけど、ケラっていう雑誌がね、2016年にね、今なくなっちゃったんですけど、あってですね、それでケラのモデルをになったのがきっかけですね。で、私はその時代はまだそのロリータファッションはそんなに世になかったんで、あとまあ値段も高かったから買えなかったんですけど、まあ今はね、結構ロリータファッション自体は普及してきているのでいいんですけど、結構その時代はまだまだロリータファッションは地位が確立してなかったっていう感じでした。はい、ロリータファッションの魅力について。はい、ロリータファッションの魅力なんですけど、お姫様でいられるっていうところですね。もう運転しててもお姫様でいられるっていうところがロリータファッションの魅力になります。最近ハマっていること。最近ハマっていることは、最近はシルバニアファミリーにハマっていて、スカイツリーのポップアップのシルバニアカフェとかがあって、そこにも行ったんですけど、すごいね、やっぱ可愛いっていうか、もう癒し、昔本当に小学校の時シルバニアが大好きだったんで、もうそれをまあ思い出して懐かしくて、まあ、今の子供の人たちはシルバニアで遊ぶのかちょっとわかんないんですけど、でも私の時代はめちゃめちゃ流行ってて、それをなんか思い出して懐かしくてみたいな感じで今シルバニアにハマってます。休みの日の過ごし方は何してるだろうな。でもアフタヌーンティーにね、行くのが大好きなので、アフタヌーンティーに行ったりカフェ巡りしたりとか、あと、そう、買い物行ったりとかっていう感じかな、です。おすすめのアフタヌーンティーは、最近行ったところ、あ、でもラデュレとかのカフェはすごい可愛くて、日本、あ、これ、こっち、行けるか。ラデュレのカフェのアフタヌーンティーがおすすめです。おすすめの化粧品は、最近これもねラデュレなんですけど、ラデュレの化粧品は、まあ、パケ買いするくらい可愛くって、すごいロリータの人も好きな人多いと思うんですけど、チークがめちゃめちゃ可愛い。今日もつけてるんですけど、09番がねすごい赤って感じなんだけど、すごい可愛くておすすめです。マックは、今日の目的はマックでハッピーセットを買うことなんですけど、今ハッピーセットがそれこそ今ハマっているもので、シルバニアさんの
おまけがついているハッピーセットになっているので、ただね、何が出るかわからないっていうんですけど、4月の30日からなんかこうメイク系のシルバニアちゃんのグッズになっていて、第2弾なのかな。それで私はそのシルバニアちゃんのウサギの女の子の櫛、まあおもちゃなんで本当の櫛かは分かんないんですけど、その櫛が欲しくて今日はマックに行きます。ドライブスルーに行きたいと思います。でも必ずだったらポテトが好きかな。美味しいから好きですかな。好きな色はピンクです。今日はちょっとピンクじゃないんですけど、結構な勢いで8割ぐらい自分の持ってる洋服はピンクを持っています。行きたい場所、海外だったらやっぱり中国にね、毎週昔はコロナ前は行ってたので中国に行きたいな。中国の上海とかは、上海のディズニーランドが結構楽しい感じなので行きたいなって思うのと、あとどこだろうな、普通に南国とかねも行きたい、タイとかそっち系も行きたいし、まあ、コロナが落ち着いたら海外もまた行きたいなって思ってます。気分転換の方法、気分転換の方法は何だろう。でも最近結構 YouTube を見てて、それこそアサギーニョちゃんとかも大好きだし、あとなんだろうな、 YouTube ケミオさんとかも見てたりとか、全然自分のジャンルじゃない人たちの YouTube を見て楽しんでます。好きなドリンク、好きなドリンクは結構ね、アイスコーヒー、もうあったかくなってきたからセブンイレブンとかでアイスコーヒーとかも買うんですけど、アイスコーヒーはブラックで飲むんだけど、そのアイスコーヒーにレモンの、そのシュワシュワっとしたレモン炭酸水を割る、アイスコーヒー半分とレモン味の無糖の、ね、炭酸水を入れて飲むと結構美味しいです。どこだ、ここだ、オッケー、空いてる、でもすごい人数だよ、ここ知ってる知ってる、もう誰もいない、誰もいない、やばだって時間かしかったから、どうやって、あ、ハッピーセットをお勧めしております。こちらもお願いします。はい、なんだっけ、ハッピーセットのシルバニアファミリーで、はい、で、メインは何やっていますか。チキンマックナゲットで、サイドメニューポテトでよろしいですか。はい、ドリンクお願いします。ドリンクって何がありましたっけ。ミルクで、ミルクで、はい、あと、ポテトの M サイズと、はい、あとアイスティーの S を2つ。ストレートでいいですか。はい、ストレートで2つ、はい、以上で、あとアップルパイと、はい、ベーコンポテトパイを1つずつ、はい、以上で、はい、ナゲットのソース1個お願いします。トマトタルタルバーベキューマスタードからです。あ、マスタードでお願いします。はい、大丈夫です。はい、はい、あとで返すんで。え、ていうかスイカ使えるならスイカ使いたいんだけど、230円です。お預かりします。ある？楽
ペンドコモのポイントカードは大丈夫ですか？ないです。はい、ちょうどいただきます。大変お待たせいたしました。はい、すいません。ありがとうございます。ありがとうございます。が無事に買えました。ちょっとハッピーセットが何だったかをお見せしたいと思います。これがハッピーセットです。自分の欲しいのが当たったかどうか。シュシュでした。ちょっと私が欲しかった櫛ではなかったんですけど、でもシュシュもめちゃくちゃ可愛いから使いたいと思います。私のドライブ&質問動画いかがだったでしょうか。ぜひチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。それではバイバーイ。